これも僕が駆け出しの頃ですね、もう前にも話しましたけども、まあ、商売しだしたらね、やっぱりいいことばっかりでないし、最初やっぱりこう立ち上げた時なんか結果が出ないし、なんかこんなことしてて本当に形になるんかなと思うことがあるわけですね。特に世の中にないものを発信しだした時なんかそうやと思うんですね。でその時に氏神さんって大事ですよとある、ね、経営者の先輩から言われて、ヒデさんね、あのね、氏神さんってね、自分がね、今ここまでね、生きてこれたのもね、ちっちゃい時からね、親の代からね、ずっとこの生活の近くにある氏神って言ってね、まあ、神社がありますね、その神社でいろいろお世話になったでしょうと、確かにそうでしたねと、祭りとかやったらそこで祭りに行ったりとかしたなと、でその氏神さんに、まあ、一つお礼をするということで、1日参りっていうね、毎月、まあ、今も言ってますけども、月の初めに1日にね、行くわけですよね。その氏神さんの要は、月1回行くのとは別に、年間通じて、まあ、1回、1ヶ月でもいいんで、21日間ね、連続でお参りに行ったらっていうのもあるんですよ。うん、で、それも行ったんですけど、その21日ぐらいだったら簡単に行けるかと思ったわけですよ、最初、思ったの。なんとか達成はしましたけど、だから不思議なもんでね、21日ってよく習慣化の法則って言いますよね、最低3週間続けなさいとか言いますよね。行くとですね、まあ3日ぐらいすると3日坊主と言いますけど、3日とか6、9とか2週間とかね、7とかね、2週間14かでいうふうにして、何か起こるわけですよね。雨が降ったりね、大雨になったりね、でね、なんか出張が入ったりね、普通だったらもう帰ってこれやんけど、もう一応帰ってきて夜に行くとかね、まあそういうことをね、結局やった思い出があるんだけど、不思議なもんで21日を続けるだけでも何かいろいろと壁があったりとか、まあそういう試されごとがあるわけですよ、うん、神さんが、まああんたそれぐらいのことかみたいな、その思いを試されてるようなね、そんな試されごとみたいなね、現象が起こったりするっていうのがもう感じたことあるんですけど、そのたった21日間をでも続けるっていうことが、まあ、これが、さっきしおりさんが言った、まあ、ある種ちょっと自分に自信が持てたり、見える景色がちょっと変わったりとか、でその習慣化のコツをつかむと、この一つのコツが次のいろんなものに全部波及していくっていうことが分かりますよね。だから小さな成功の体験が大きな成功を生むということと一緒で、こういうことを繰り返していくとですね、そういうね、成功のね、癖がつくんですよね。そういうことをね、僕は思ってるんでね、本当に小さいことやと思うか分かりませんけど、今しおりさんが今やってるこの初めてこの人生でブログを90日書くなんかって、これ初めてやと思うんですね。でそれをやってしまうと、もうあと、いや、もうやったと、僕はもう達成したおめでとうと言っておきますけど、予祝ですね、もう多分達成します。でそうすると、それをやった景色が見えてですね、その同じようなことがどんどん次次次と何でもできるようになってきます。ここがね、本当にこれ小さな体験ではないんですよ、大きな体験の一歩なんですよね。だからそういう部分ではね、本当によく頑張ってるなと思いますんでね、これを続けて最後まで行き切ってください。はい、分かるということでね、そう分かるでしょ、はい。まあ、こういうね、いろんな波がありますから、この波を越えて、メンタルの波もあったり、現象面の波があったり、いろいろとありますけどもね、それを超えて、ぜひね、少しでも成功体験を積んでみてください。はい、ということで、良い日曜日をお過ごしください。それでは、さよなら、バイバイ。